い、そうね。効率早くやりたい。はい。やったって報告だけでいいんだったらやなくていいじゃん。聞こえてる。知らない。どうぞ。あー、まだ。はい。あ、忘れてた。勘弁して。あ、おめでとうございます。もっとなんか曲全体に象徴的なシンバルワークが欲しい。え、どっちがいい？それっておもちゃになってても注目されるのと、なんかハゲで出るでキモいから誰も口かわえて仕方されるの。ちょっと離れすぎて。いや、どっちがいい？じゃあおもちゃで。え？おもちゃ。あ、じゃあおもちゃで。でもあれだよね。実質こういう音楽をさ、知ってどっぷりやりだしてさ、2年ちょっとじゃん、はい、これ一つすごいいいこと言ってあげるね。よくやってると思う。あ、ごめんなさい、ミックスじゃなくて、うん、普通できないと思う。全部今の普通勉強になるじゃん。そこにシンバルもっとアレンジしてもらいたいんだよね。で、なんかちょっとこう、半分ピッキングハーモニクスしながら弾くような。こういうコンビのフィールドってどう？シンバル入れるってこんなん結構。ただとじゃなくて、ファンとこにすれば、はい、はい、はい。ね、それ、一回やっちゃって。止まらないそこ。チキチン、うんって入らない。今年に全部6年でやるのまあ、3発するとか。3発。シャカカ。こういう時もさ、なんで足入れてっていうかっていうと、足の方が正直重要なのよ。カメって産毛みたいなの生えてないですか？生えてますよ、うん、種類によっては生えてる、うん、いますね。だからそれ何、産毛も生えてねっていう話。生えてないですよね。産毛っていうそれにしがみつくみたいなプレイをしてると、もう結局それだけになっちゃうじゃないですか。そのスカスカパパパパとかもうよくやってて、禁止だっつって言って言ってるのに無意識にやるじゃないですか。意図して入れるとか、これはこういうフレーズがマッチするから入れるとかじゃなくて、なんかお茶を濁すような使い方するじゃないですか。クイックに合ってる早いとこ、最初前半一応合ってます。なんか歌と合わなくなるんだよね。リズムが崩れてるのに気がついてないとか。多分崩れてはいると思う。崩すんだよ。はい。合ってるの解釈が違う。すいません。それってずれたのを無理やり戻して修正してるわけじゃないですか。だったらずれてるじゃないですか。すいません。また言い訳したな。はい、なんですぐ言い訳するんだ。すいませんでした。いやいやいや、その言い訳する心理を聞きたいな。そんなのほら、結局ずれてんだったらもう虚構じゃないですか。はい、来いよ、ほら。ほら、こういうねじ曲がった根性がな、方形を生むんだよ。来い。なんでそうやって嘘つくんですか。似合いりませんよ。すいません。ずれてるもん。いやだわ、すいませんって。理由を教えてって言ってんじゃん。見栄を張りました。ん？見栄を張りました。なんで見合うの。気をつけ。手も出して気をつけ。こうでしょ、気をつけ。鼻だった。ちょっと待って、気をつけ。おい、伊藤へ。さっきのこれで棒がちょい
なん死にすぎ。興奮じゃないっす。何撮ってんだよ。もうそろそろ飽きたんでいいですか。かけしようで次の曲、次この曲でパーフェクトに決めたら、じゃあ逆立ちやんなくていい。そういう問題かな。大丈夫だと思うよ。携帯がないです。携帯がない。次はライブ。バレるんでなって思ってた。はい。あ、忘れ物か。あれは？あのカゴの中に入ってるやつ。くださいよ。この間の話したので、換気がない。いや、なんか出るか、ちょっと、なんでみんなに、なんでこれも入る。そう、それでね。あ、ちょっと、やめろ、くらい、やめろ。なんでそんな、みんな目が悪くなるよ。目が悪くなる、もうこう。自分から入ってきたじゃないか。引きずられた。ガックンが引き込んできた。いや、ちょっと、なんで、こう。仲間外れ違う。入ってこない。電気、はい、なんで入ってこなくていいとか言うんですか。電気つけてさ、なんで消すの。なんで消すの。絶対入らないぞ。入ってきて暴れてるとかで呼んでもいない。もう。何入ってきたから。帰ろ。何入ってきたから。帰ろ。なんだ今の。辛い。早く行くよ。さようなら。もう多分 1.5 発。